はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。6時半ですね。お腹空いてきましたこの時間腹減るんですよ。でもご飯食べるのって大体8時頃ですかね、私はね。はい、時事.com、今日いろんなニュース出てますけど、このニュースはね、なんていうかずっこけましたね、ほんまに。時事.com、3日の17時45分って言いますから、今から1時間弱前ですか。落選の石原氏、内閣官房参与に岸田首相と実婚、お友達人事クエスチョンみたいな、たった6行の記事ですけど、言いましょうか。岸田文雄首相は3日付で10月の衆議院選で落選した自民党の石原伸晃元幹事長を内閣官房参与に任命した。政府は起用の理由を幅広い知識と経験を有していると。もう笑わすなよ、ほんまに。もうこんなとこで。笑うとこちゃうって言われますけど、ね、笑うわ、ほんまに。幅広い知識と経験を有しているなどと説明したが、両氏は久しく付き合う間柄で、お友達人事との批判も出そうだと。共にボンボンですね。岸田さんも、この石原伸晃もですね、親の七光、七十光とか、八十光とかね、八千光とか言われますけども、この石原伸晃という人をね、過去に一回だけ、総裁選に出たことあるんですけども、まあまあ、そうなんていうか、こう、人間が軽い。ふわふわっとこうな、飛んでいきそうな、風でヒューとこう行きそうな、そういう感じのですね、お人柄のようにお見受けをいたしました。ほんまどうか知りませんよ。でこの方が自分のグループを持ってるとはね、石原グループっていうね、一応この人がボスらしいんですけど、まあボスがね、落選したらあかんやみたいな今回は比例復活もできない負け方でしたね。女性の、あれは立民でしたっけ、女性の候補に、まあまあまあボロ負けという負け方でございます。杉並区ですよね。中野区も一部入ってましたが、杉並区で長らくですね、議席を守ってきたんですけども、落選ということになりました。落選するとですね、ただの人ですから、もう秘書とかもみんなですね、あれですね、ちょんと切られてですね、浪人をせなあかんということになります。まあ別にそのね、この方、お父ちゃんまだ生きてるやん。ねお父ちゃんもお金持ってるし、別にこの方もそれなりに長いこと議員やってたんでね、大臣もやったから、それなりに溜め込んだと思うんで、すぐに困るなんてことはないでしょうけども、まあ、内閣参与で雇ったろうっていうことは、なんか甘い人事やん、これ。内閣参与ってね、大体ね、あれなんですよ、官僚 OB とかね、あれはまあ、あれですね、官僚 OB でしょ、あるいはその、秘書経験者、飯島さんみたいな人ね、ああいう実務能力の高い人がなるんですよ。あるいはその学者系の人ですね、そういう人がなるんですよ。ブレーン的な人が。で、このおっさん何ができんのって。それは若い頃は議場で元気よくやじ飛ばしましたけど、それが、幅広い知識と経験の中身ですかという感じですね。で、もう失言はいっぱいしてますしね。で、なんか大臣やってる時にね、なんかきちんと仕事をしたという、こう、記憶は私にはほとんどないんですけどね、このおっさん。そのくせ人間がアマチュアにできてるわけですよね。やっぱりボンボンの弱みでしょうか。で、今回選挙で負けたんもね、石原軍団が解散してですね、その石原軍団の応援がなかったから負けたなんです。石原軍団の応援がなかったらお前負けるんかみたいな。そんな政治家ってやめてまいみたいな。そう思いますよね、ほんまにね。渡哲也さんもね、亡くなって。舘ひろしさんとかね、来てたらね、それはみんな、ええやん、行こうやんってなるやん。まあ、しゃあないし、入れだろうかぐらいになるんですけど、それがなかったからね、負けたんやということなんで、そんなんでね、
当選し続けんなよと思うんですけどね。もう石原、お父ちゃん体悪いんですかね。お父ちゃん来たらそこそこあの票が出てきたんちゃうかなという気がします。保守票がね、それなりに出てきたんちゃうかなと。お父ちゃんはね、あの政治家なんですよ。作家でもありますけども、政治家らしい、こう、匂いがしている人ですね、お父ちゃんはね。あんまり政治家として、熱心に仕事をしたというイメージじゃないですけども、政治家、政治的主張がありますし、まあまあ言うてることはね、割合こう、筋が通ってますんで、政治家っていう感じですけど、このね、こいつなんやなって、次男ですか長男は天気予報士でしたっけまあ、どうでもいいんですけど、三男は確か上がってましたね、比例かなんかで。ね、違うかな、どうでもいいんですけど、四男がなんか芸術家ですかいや、どうでもいいんですけど、どう、本当どうでもいいんですけど、それで内閣参与、話し相手ですか、内閣参与って、ほんまに。あのね、岸ちゃんね、あれですよ、案外短いですよ、こんなことやってるようでは。これって、要は誰も納得しない人事でしょ。ただじゃあかわいそうやからちょっと拾ったろうかっていうね。あのすると内閣参与やと、あの内閣官房に出入りできるわけですよ。いわゆる総理大臣の近いところにいられるわけですよ。そうすると情報がいっぱい入るでしょ。情報がいっぱい入るとですね、あのあれなんですよ、まあ、政治家のように動けるわけですよ。で内閣参与という名目で役所に問い合わせもできるわけですよ。そうするとまるで政治家ですね、こいつの場合はね。役人 OB とかだったら、その自分の、あれですね、出身省庁にはそれなりにこう睨みが聞かせられるんですけど、違うところはあれよそ者扱いですね。でもこの人元政治家大臣、で自民党の幹事長ですから、まあまあ、役所も邪険には扱いませんよね。どうせまた次上がってくるわけですからね、その時にまた司会されるの嫌ですからね。だからそのこれ内閣参与やってると次回も非常に当選しやすいということになりますね。でもしかし内閣参与としてこいつが役に立つんかと言ったら、多くの人はそんな役に立たんやろと、岸ちゃんの話し相手やみたいな、そうなるわけでしょ。アホくさということは、それをやってる岸ちゃんはお友達人事やお前ということになりますね。安倍内閣、第一次安倍内閣お友達人事で、1年で潰れましたまあいろいろね、不運もありましたけどね、安倍さんの場合はね、不運もありましたけども、1年で潰れましたね。で、岸さんね、もう何が危ういって、やっぱり一番危ういのは外交でしょうね。外交が危ういわけであって、この石原伸晃が外交について岸さんに有益なアドバイスができるとはついも誰も思わないですね誰も思わないですね、次どこ遊びに行こうとか言うぐらいのもんでしょう、ほんまに。まあそう、まあまあ、それはないかもわかりませんけども。で、あれですよね、林義正外務大臣が早速チョンボやってるでしょ。大木さんに、中国訪中を要請されたとかって言って、アホかって言われてますでしょ。で、岸さんもあれでしょ、外交ボイコットについては、それぞれの国によって違うとかというとですね、アメリカの品種国王とですね、日米首脳会談パスされてるでしょ。いつも言いますけども、アメリカのポチなんですから、日本はね。アメリカさんに逆らうようなことは、不必要にやるべきじゃないんですよ。それはやらなあかんときありますよ。でも今はそういう今の対中国はね、やらなあかんときちゃうの、ちゃう、今はひたすらアメリカにくっついて、からアメリカの陰にこう隠れながらこう行かなあかん。そういう時期なわけでして、不必要に俺は独立国やとかって、ね、やらん方がいいの。やっていいことなんもないわけ。やらなあかんときはやらなあかんねん。でもそれ今ちゃう。今ちゃうで、それをやるのは。今ちゃう。それをね、分かってないんですよ。やっぱり岸ちゃん、長い間外務大臣やってね、苦労もしてんのに、なんでそういうセンスが磨かれへんかったんでしょうね。不思議でしゃあないの。ほんで、林義正でチョンボやって。まあ、そもそも最初に甘利を幹事長にしたのがチョンボでしたでしょ。で、あれはでも、落ちてくれたんでね、選挙区で。ほんで、ああ、うまいことすげ替えられて、まあ、それ良かったやーんと思ったら、次林でしょ。ほんで、挙句の果てにこれです。石原伸晃さんよ。これ、人心離れますよ、はっきり言うて。はっきり言って人心離れるし、人心離れた上にアメリカから冷たくされますよ。そうなると長続きしますよ。早ければ来年の夏参議院選挙で負けたら、もうあいつあかん、下ろそうっていう話になる可能性ありますよ。で、今あれでしょ、高市早苗を袖にしてるでしょ。
それもね、なんというかね、それは苦手なのは分かりますよ。記者にとって高石さん多分苦手でしょ、ああいう人は。だから高石苦手でない人は滅多にいないと思いますけどね。苦手だと思うんですよ。ちゃんと議論ができる人でないと、あれはうまいことね、組み捨てられへんと思うんですけど、岸ちゃんはそういうタイプじゃないですからね。一生懸命仕事はしますって、雑巾がけはしますっても、高井さん相手に調子を発してやり合えるタイプではないですからね。だからのけもんにして、でものけもんにしたことによって、マイナスはかなりあると思いますけどね。ね、まあそういうことでございまして、この時事 .com のサイトを貼っておきます。たった6秒ですけども、見たい方は見てください。はい、どうもありがとうございました。